阿蘇の大自然でテイクアウトランチがしたい。コロナ禍の今、阿蘇市の飲食店では素敵なテイクアウトメニューが充実しています。でもテイクアウトしたとしてどこで食べよう？駐車場はあるの？トイレやゴミ箱もあったらいいな。この動画ではそんな疑問にお答えしつつ、阿蘇市でのテイクアウトをより楽しむためのおすすめの休憩スポットを4つのエリアに分けてご紹介します。今回紹介するのは阿蘇谷と呼ばれる外輪山内部の平地エリア。穴場の絶景スポットやお子様と楽しむのにぴったりな遊具のある公園など、ご家族連れにおすすめのエリアです。最初に紹介するのは内の巻温泉の中にある阿蘇内の巻ファミリーパーク遊び場。大型のコンビネーション遊具やユニバーサルデザインに配慮した多目的トイレなどがあり、家族で休日を過ごしたい方に特におすすめのスポットです。もちろんベンチも複数台設置されていて、休憩やテイクアウトを楽しむことができます。また芝生の広場にレジャーシートを広げるとピクニック気分も味わえます。2つ目に紹介するのは黒川に接したふれあい水辺公園。平成2年に水害対策として遊水地と合わせて整備された公園で、今では水生動植物の宝庫となっています。ここの大階段に腰をかけると阿蘇五岳を眺めながら食事などを楽しめます。3つ目に紹介するのは穴場のカバルン公園。内の巻を流れるカバル川に隣接した公園で、カバル川でルンルンとした気持ちになってほしいと地元の小学生が名付けました。公園に設置されたベンチに座ると見晴らし抜群で、大観望や阿蘇五岳を眺めながら食事ができるおすすめスポットです。4つ目に紹介するのは丹後山展望所。インスタ映えする空船の桟橋で有名な場所です。展望スポットの近くまで車で登っていくことができ、またカフェや休憩所もあるため、景色を眺めながらゆっくりと過ごすことができます。最後に紹介するのは阿蘇の田園地帯の中にある農村公園アピカ。陸上競技場や野球サッカーのできる多目的広場などを備えた広大な公園で、お子様と遊具で遊ぶもよし、ウォーキングやランニングで汗を流すもよし、いろいろな楽しみ方があります。もちろんベンチなどもたくさん設置されていて、阿蘇の田園風景や阿蘇五岳を眺めながら食事できるおすすめのスポットです。いかがでしたか？阿蘇市には他にもテイクアウトが楽しめるおすすめのスポットがたくさん。次回は一宮エリア、門前町からアクセスしやすい城山展望所や草千里、潜水橋など阿蘇五岳付近のエリアなどをご紹介します。ぜひご覧ください。